スウェーデン国鉄 RA 型電気機関車は、スウェーデン国鉄で使用されていた、旅客用電気機関車である。高速列車牽引を目的に開発され、またラピッドの相性を持ったために、高速の位を持つラピッド型と呼ばれることもある。また、RA という形式名もこの、ラピッドから取ったとされる。1940年代国内で、モータリゼーションが進展する中、国鉄では、 対抗策として、急行列車の速度向上を考えていた。国鉄では、地元企業、アセアに対して、試作車両2両を発注し、1955年に846号機、847号機の2両が、製造された。試験の結果は、良好だったために1961年に、量産機として987から994号機の8両が、 製造された。15メートル級で車体で、運転台下部を前方に突き出した特徴的な形をしている。これは、北米の機関車をモデルにし、運転台の位置を高くすることで視界の確保と、衝突事故時に乗務員への被害を軽減するためで、高速で列車を牽入するための安全装備である。塗装は茶色に、青緑色の帯を巻いたものであったが、 1960年代後半には、オレンジ色を基調とした、明るい塗装に塗り替えられた。1972年には、ライト類のシールドビーム化が行われたほか、1983年、新型保安装置 ATC の設置にあたり、側面の乗降用扉の位置が変更されている。試作車と量産車は、見分けがつきにくいが、量産車では、空気抵抗を考えて、 パンタグラフの位置がやや中央寄りに変更されている。従来スウェーデンの電気機関車では、蒸気機関車のようなロッド駆動が用いられていたが、本系列では、一般的なボギー台車を採用した。電動機出力は 660kW、元、車軸配置は、ボボの4軸駆動で1両あたりの出力は 2640kW、牽引力は 200KN である。 保安装置として1983年に ATC が設置された。ストックホルム、ヨーテボリカンの急行列車に投入され、後にノルウェーのオスロまで延長運転されたりもした。もっとも、当時の国鉄線の最高速度は時速 130km で本系列は性能を持て余し気味だったという。1987年試作車2両が運用を。 離脱したのをはじめに、1996年までに、全車両が、定期運用を離脱した。スウェーデンを代表する名機として5両が保存されている。特に、イエブレにある、スウェーデン鉄道博物館では846号機と988号機、ネッシェにある、ネッシェ鉄道博物館では988号機を、保存しており間近で観察することができる。 このうちトップナンバーである846号機は2006年にライト類などを登場当時の姿に復元され各地でイベント列車を牽引している。また847号機は運用離脱後2009年まで保線車両の牽引などに当たっておりスウェーデン各地で目にすることができた。ありがとうございます。